あらゆる困難が科学で解決するこの平成の時代、人々の閉ざされた心の闇にあり魑魅魍魎が存在していた。科学の力ではどうしようもできない、その奇怪な輩に立ち向かう神妙不可侵にてうさんくさい男が一人、その名は矢部彦麿。そう、